はい、どうも、ハルです。今回はちょっとね、もう本当にありふれたネタ多分ね、本当にありふれてんだろうけど、俺がやりたいからやる動画今回はね、ウィザーとエンダードラゴンを戦わせてみようかなと。で、今まではモッドとか使ってきたけど、やっぱりね、俺まだね、どっちがね勝つとかわかんないんだよね、ウィザーとエンダードラゴン。だからちょっとね、やってみようと思う。で、まあどういう方式で戦わせるのかっていうと、まあエンダードラゴンはコマンドで出すとして、で、ね、今回ね、アドミンウェポンズっていうモッドを入れてて、で、これのこのダイナマイト、ちょっとこのダイナマイトでちょっと戦場をパパーっと戦場を作ろうかなと。これポーンって投げるとね、なんかこんな感じでふわふわふわってなって、ちょっとこれでちょっと一定時間待ちます。そうするとこのようにこのようにでかい、なんかなんつうの、爆破跡ができるんで、ちょっとここでここいい感じのスペース、廃校あるしここで戦わせたいなと。だから空飛んじゃうんで、ちょっとそれはちょっとなんか岩盤とか敷こうかここはセルフで。よいしょ、できたぞ。うわ、もうキモいちょっと多分大丈夫かなと思って、キトマス感覚でやったんだけど、なんか、ね、変にキモくなっちゃったなよし、じゃあこれでと。おお、突き抜けた。じゃあこれでとりあえずね、コマンドで、あ、待って、まずウィザスケを準備しておく。この辺でコピペして出したら、あ、待って、落としてた。速攻でここで、よいしょ、 OK、 来た。さあ戦え、お前ら、さあ戦ってくれ。さあ体格的にはね、エンドラが勝ってるんだけど、お、攻撃してるよな、あれ。待って、お前そこ出れるん、お前そこ出るん。よし、ギリギリ出れないね、 OK あ、出てる。そしてお前も出ちゃった。ちょっともういいや、戦えお前ら、闘技場とかどうでもいいわ、戦え。エンドラがウィザーに攻撃しないの、これ思ったんだけど、それダメージ入ってないの、これ。お、ダメージ入った、今ダメージ受けてねえな、エンダードラゴン。ちょ、待って、グダグダなんだけど、どうしよう入った。あ、ちょっと入ってる。頑張れ君たち。エンドラは全くウィザーに攻撃しないんだけど、ちょっともうちょい頑張ってすげえ空で戦ってるけど、お、ウィザーもダメージ受けてるっちゃ受けてんのか。あ、ただこれウィザーはあれかな、自然回復するのかな。うわー、あんなだいぶ苦労して闘技場作ったのになちょ、早く蹴りつけてよ、俺休み明けテストの勉強あるんだから、早く蹴りつけてよあー、でもウィザーやっぱ自然回復するのかな。それに比べてエンダードラゴンは回復するあのクリスタルがないから、これはウィザー勝利かな多分。さあそろそろじゃないか、どうだ。おもうじゃん、もうこれはもう俺が取るしかねえべ。あれ、こいつもしかしてウィザーの恋だと死なないのか。恋入ってる俺。さあ行け、
これ俺がとどめ刺さないといけないのか、もしかして。ウィザーだと、だから俺もうないもんな、体力。体力、おお、来た。おお、さすがです、ウィザー先輩。この勇士。おお、ウィザー先輩にオーブが降り注ぐ。さあ、今のお気持ちを、今の気持ちを教えてください、ウィザー先輩。なるほど、感無量ですと。とのことでした。ありがとうございました。それでは、ウィザー VS エンダードラゴン、長くなりましたが、まだまだやんちゃしてるよ。長くなりましたが、これで終わろうと思います。ありがとうございました。